田代岳は、秋田県大館市にある標高1178メートルの山。田代岳県立自然公園の中心をなす。大館市北西部、青森県との県境近くに位置し、白神山地に属する、雷岳、エボシ岳、茶臼岳と連邦を形成する、清掃火山である。低層部には、ナ林が9合目付近の高層部には、 雲上のアーラスカ庭園と呼ばれる高層湿原が形成され、120を超す数の地頭が散在する。高山植物の生息地であることから多くの登山客に親しまれている。上の写真では、頂上部の平らな山が田代だけである。平らな部分には高層湿原があり、山頂はその左にある。山頂の一つ左にある峰が雷だけで、 さらにその左の峰が、江ぼしだけである。山頂の田代山の神社は、創建年代は不明であるが、大見国平山平明神を本社とし、社殿国によれば、古代の鎮座を伝え、忍受二年延任寺覚大師が最高、校長二年以前綴り古神宮寺海狐閣院を再建し、県無元年道の区県、では守る北畑明や共産禄の長慶金山を、 開発家業当社を再建し、法歴10年、佐竹藩鉱山取締山市、伊丹海伏家金山再開発当社を再建した。山頂の田代山の神社は、縁人の創建とも、比内地方の主玄道として先駆的地位にあった、綴り子村の常角院の回帰とも言われている。また、津軽の漁師彦野城が獲物を追って、田代岳山町まで来たところ、そこで水田を発見する。 呆然としているところに白衣白髭白髪の沖縄が現れる。この沖縄を白髭大臣として祀ったのが田代山の神社の始まりとも語られている。大立市の旧正月行事である雨っ越しは田代岳の白髭大臣が雨を買いに来たという設定になっている。田代学は山そのものが身体で山の神、田神水の神、作神など 農民の暮らしすべての守り神がいるところとされる。田代山山町の田代山の神社は南北朝時代に北畠秋家が建立したとされる。また、江戸時代には秋田藩の御用山市である伊田波武助が長慶金山の開発の成功を願って神社を建立したとも伝えられている。田代学山町の田代山の神社9号目の高層出現と 高山植物三菓子は田代岳を中心に、米代川の支流である岩瀬川の早口、沢、岩瀬沢の大川目渓流一帯1855ヘクタールが田代岳県立自然公園に指定されている。9号目の高層湿原には木道が整備され、ハイキングコースとして親しまれている。田代岳は古くから水田信仰の山である。 山頂にある田代山の神社には、五国宝城の神、白髭正日神が祀られ、毎年繁栄。小図の日には、霊祭が催される。霊祭の祭事として行われる、作占いでは、地頭を神のたとし、そこに自生する蜜頭や、ミネハリを稲に見立てて、その生育具合や、地頭の水の張り具合などからその年の稲作の、豊境を占う。同時に行われる、 三打ちと呼ばれる神事では、和瀬、中手、晩星を表す三枚の五円玉に、和紙の小寄りを通して作った、長さ20センチメートルのペンダントを地頭に投げ込み、その沈み方から作況を占う。昔は、九合目から山頂までに生えている細い木を折り、小さく束ねて持ち帰り、束のまま神棚に備えて、宝作を祈ったとされる。水田の水口に入れると虫除きになったとも言われる。 この木の束は山に登らなかった人への土産として喜ばれたとも言われる。田代山の神社は天正年間の創建とされる。作占いの神事は江戸時代半ばには行われていたとの見方もあり、1992年に秋田県の選択無形民族文化財に選択された。田代山の神社は2016年の強風で損壊し解体されたため、現在は避難小屋になっている。 避難小屋の役割を果たしていた田代山の神社が2016年4月18日の強風で損壊し解体されたため、秋田県は2018年10月、山頂の神社跡地に避難小屋を開設した、大館地方の歴史散歩、無名社出版、和下に豊田代学県立自然公園に関するカテゴリー、田代山の神社に関するカテゴリー、ありがとうございます。